ロベルト・スティグリッツはドイツのプロボクサー。ロシアエースク出身。元 WBO 世界スーパーミドル級王者。ドイツのマクデブルクを拠点に活動している。エキサイトマッチではロバート・スティグリッツと表記されている。日本語表記の記事ではロベルト・スティグリッツと表記されることが多いが、ロベルト・スティグリッツの方がドイツ語の発音に近い読み方である。 2001年4月7日、ウニベルスムボックスプロモーションズと契約を交わして、プロデビュー。2009年8月22日、ハンガリーブダペストで、WBO 世界スーパーミドル級、王者カロリーバルザイと対戦し、11回0分12秒、TKO 勝ちで王座をダッシュした。2010年11月2日、ドレスデンで、同級9位のエンリケ・オルネラスと対戦し、 三から零の判定勝ちで四度目の防衛に成功した。2012年8月25日、ベルリンオーニアリーナにて、元 IBF 世界ミドル級王者アルツール・アブラハムと対戦し、零から三の判定負けで七度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2013年3月23日、アルツール・アブラハムと再戦し、四回負傷 TKO 勝ちで、 王座奪回に成功した。2013年7月13日、ドレスデンのエネルギーフェアブントアレーナで、アップブフ東洋太平洋、スーパーミドル級王者、キヨタ雄三と対戦し、10回にキヨタの左目のカットにより負傷判定となり、3から0の判定勝ちで、初防衛に成功した。この試合は後に、キヨタの左目の傷が有効打によるものと判明し10回。 tk を勝ちに変更となった。2013年10月19日、ライプツヒのアインスエキシビションホールで同級7位のアイザック・エクポと対戦し、3から0の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。2014年3月1日、マクデブルクのゲテックアリーナでアルズール・アブラハムとリマッチを行い、1から2の判定負けを喫し3度目の防衛に失敗した。 2014年11月8日、シュトットガルトのポルシェアレーナで、フェリックス・シュトルムと 75.5kg のキャッチウェイトのロンタイトル12回戦で対戦し、1から1の判定で引き分けとなった。2015年2月25日、WBO がアルズール・アブラハムと指名戦を行うよう指令を出した。2015年7月18日、 ノルトベストファーレン州ハレのゲリー・ウェバー・スタディオンで WBO 世界スーパーミドル級王者アルツール・アブラハムと4度目の対戦を行い6回1分14秒 TKO 負けを喫したありがとうございます